こんにちは、ねるチャンネルです。今日は前回も開封した決闘者の栄光闇遊戯編を追加で5パック買ってきました。追加した理由なんですが、ブルーアイズのシクレアをお店で買おうと思ったら、すごく高くてとても手が出せるような値段ではなかったので、こうなったら5パックで当ててやると思って追加しました。まあブルーアイズ以外でも神谷ブラマジのサポートカードなんかも当たるかもしれないのでいいかなと思って買いました。それでは早速開封していきます。じゃあ1パック、バレバラス、ゲルムソード、グリーンゾンビと、おぉ、このパックはひどいですね。じゃあ次開けます。まあ最初の1パックで当たるとは思ってませんのでいいんですが、硫酸の溜まった落とし穴。私このカード最初見たとき、ただの落とし穴でもひどいいたずらなのに、硫酸が溜まったってどれだけひどいいたずらだよって思ったんですよね。ブルーアイズ、ブルーアイズ来い、来い。お、オシリス来た。オシリスは嬉しいですね。やっぱり1パック300円だと開けるのも緊張しますね。これで、またか。またひどいパックでしたね。もう2パックしかないです。オベリスク。オベリスクのシクレアは嬉しいですね。じゃあラスト。じゃあラストいきます。お、なんかもう最後。これはバニラのカードなので期待できますね。じゃあ、1枚目、ブルーアイズ、来い！あー、ブラックマジシャン。まあ、ブラックマジシャンでも結構嬉しいですね。で、この最後がブルーアイズということで、このパックは紙パックでしたね。ブラックマジシャンとブルーアイズのセットですね。いきますよ。せーの、ドン！来なかったー。最後の2枚がバニラだったので、もうこれは確実にブルーアイズ来ただろうと思ったのに、デーモンだだったんだだだだ。今回のパック、5パックは、まあこの神のカード、オシリスとオベリスクが入っていたので、まあ、いいかなと思いたいところですが、5パック1500円、1500円でこの2枚、微妙なところですね。ブルーアイズのシクレア、高すぎですよね。やっぱり思ったんですけど、パックは箱で買ってくるよりバラで買ってきて開封する方がなんかドキドキ感が増してすごく楽しかったです。今回の最後のパックのデーモンの召喚でちょっとトラウマになりそうですが、めげずに今後もパックを買っていきたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。